本そのものがございません。ただ一部の先生たちの中で受け継がれて行われる方です。で今回ここで見せる方ですが、小学生が日頃行っている柔道の練習の中でこんなことやってるよね、これに近い格好になっているねってことがあったんで、そこを思い出して、まあ、そこを普段練習の中で、あ、これ僕やってるね、こんな格好だよねっていうのを思いながら見てください。そうすると同じと笑います。とにかく堅苦しい方じゃないので、皆さん笑っていただければ構いませんので、しっかり演舞を見てください。以上です。それではですね、肩の方の内容のですね、説明は私の方で随時、説明していきますので、先生方はお二方はその肩のをやっているのに私の説明の方を加えながら皆さんで聞いてもらえればいいと思います。はい、1本目を行います。1本目、背負い投げ、双方右地後体に組んで押し合います。そのまま引き合います。また押し合います。鳥は押し負けます。受けの押す力を利用して右一本背負いの形に決めます。小学校1年生こんな柔道だよね、押したり引いたりしますよね。その間でかけるということですね、はい、2本目、後ろ越し、双方右手、手のひらを握り合います。左手は腰に獅子を前にして当てます。右、地後体になって引きます。左、地後体になって同様に引き合います。さらに右、地後体になります。右手首を内側から握り合います。左手にて、二の腕下をつかみ合い、引き合います。そのまま右手を離し、双方の左下関節の外側から当てて押し合います。取りは押し負けます。後方に回り、後ろ腰に締めます。今の後ろ腰やる人はいませんけど、この格好になったら小学生でも力持ちは上に上げれるので試してください。気持ち3本目、すくい投げ、双方右地後体に出します。左手は腰に当て、右手のひらを顔前で合わせます。横に押し合います。前に押し合います。さらに左地後体になり、同様に押し合います。右地後体になり、同様に押し合います。取りは負けて右背負いに入ります。受けは左に向け、取りの左膝を右横に押します。鳥は順応して背負いより左足を受けの後方に踏み込み、すくい投げで決めます。力自慢の人、ね、腕組んでやると指導取られるから、ね、これはやっちゃいかない。ただすくい投げっていう技はありますので、もし興味があれば中学生やってください。左背負い投げ、双方右手全体よりやや平面に立ちます。両手を双方真正面に合わせます。腰を落として押し合います。右手全体になります。双方両手はそのまま天地になって押し合います。右自然となって、自然体となって押し合います。鳥は押し負けます。受けの左手の力を利用し左一本背負いで決めます。俺も一緒ね、手を組むと反則になります。だけど反則は長いことやれば反則です。組んだ瞬間にかけれれば OK です。だからこれももしかしたら使えるかなっていうイメージでもあります。5本目、浮き腰、双方右地後体になります。手の甲を双方の右首外側に当てます。左手、手のひらを握り合います。引き合います。次に左地後体になり、同様に引き合います。さらに右地後体になり、引き合います。鳥は引かれる前に、気入れし、左手を離します。受けの体を揉みたるところ、左手を腰に回し腰を入れ、右手で受けの左上腕を握り、
左向き腰に決めます。こんな形になりません、ね、だから武道館の技から消えました。だけど技そのまま残ってますので、組み手はなかなかないですが、まあ、このようなイメージをついてください。6本目裸締め腰砕き。双方を相対して受け渡りの両手首を握ります。鳥は両手を合わせ上げ、ゴリを解きます。受けの両手首を握ります。受けは同様にしてゴリを解き、互いに右地の体に組んで引き合います。さらに押し合います。互いに腰を下げます。左手で双方とも膝関節を取り上げ合います。受けが背後に入るのを鳥は左手で後ろ腰を押します。腰を砕きつつ左手で裸締めで決めます。もうこの辺は護身術です。もし街の中で怪しい人に捕まえた時にこれを覚えていれば後ろに回って締めればいいわ、ね、そういった技です。まあ、この辺はまだこの先相談する時に出てきますので覚えていてください。7本目飛び越し浮き腰。双方を右地の体になります。右手を双方の左肩に当て押し合います。左手でその手を上げ合います。ついで左地ご体で同様に押し上げ合います。鳥が右腰に入るを飛び越え、受けは左腰に入ります。鳥はさらにこれを飛び越し左浮き腰に決めます。これは具を使います。誰が使ってください。8本目大外落とし。双方地ご体に構えます。受けは両手のひら、手のひらを鳥の両胸部に当てて押します。鳥は両手を合わせ、受けの両手を内側より外側に反らし、受けの両胸部を押します。受けはこれを同様にして外し、同様にして押します。鳥は押し負けます。左足を後方に開き体を交わします。受けの両脇を差し押さえ、右大外押しに。まあ、少し難しいですけど大外落としという技です。多分小学生の皆さんは大外刈りのつもりなんですけど足を立ってないんで大外落としという格好になってます。でこの格好で投げてください。今日後ろ腰9本目双方右地ご体に構えます。左手で互いに右手首を握り合います。左手は腰に当てて引き合います。ついで右地ご体になり同様にして引き合います。さらに右地ご体になり右肘関節にかけて引き合います。また左地ご体となり引き合います。鳥は引き曲げて後方に回り後ろ腰で決めます。後ろ腰もやる人はいません。覚えてください。10本目肩車。双方右手で肩を押し合います。さらに左手で肘を押し合います。両手で胸を押し合います。鳥は押し負けます。左手で浮きの内、右内中袖を引き、左足を後方に退きます。腰を下げ首を浮きの右強く引きながら肩車に決めます。肩車は今はズボンを持つと反則になります。肩としては動けますけどズボンを持った肩車は反則です。そこを覚えてください。でも肩車という技はあります。そこをやり方また個別に教えますので聞いてください。はい、以上で10本の5の方を終わります。はい、最後に言います、ね、力比べしても最後は柔らかいね、力を抜いた人の方が技をかけられますということです。そこをしっかり覚えていただければこの中高の方の意味合いが分かると思いますので、中学生、ね、力比べで負けないようにもし押されたら陸軍隊のような格好で柔軟に対応して技をかけてください。以上です。はい、ありがとうございました。それでは柔道会の会長から粗品の方私の方お願いいたします。どうぞ高田前の方お願いいたします。
はい、ありがとうございます。皆さんもう一度盛大な拍手をお願いいたします。これよりですね